はい、こんにちは、北六チャンネルです。本日は釜山駅に来ています。ここからですね、すぐ近くの東洋大へ行きたいと思います。私の、息子が東洋大に行ってるのは別の動画でもご紹介したんですけれども、いろいろメールが来てまして、東洋大グッズ結構いろんないいものがあったので、それをちょっと急にですね、今日は行かせていただくことになりました。もうアクセスはすごいいいです。あそこの出口出て、ここを左に、この交差点結構いい部分が4サルぐらいなんですけど、そこを左に曲がっていくだけで、もう、大学はすぐそばになります。結構商店街とかって賑やかでね、いいところですよね。はい、とか言ってる間にも、こういう大学の校舎が見えてくるのが到着ですね。入り口が前の何回か入ってるんですけど、2箇所あって、どこから入っていこうかなと思うんですけど、まあ一応事前にね、問い合わせはして、アダマンさんに声かけてくれればいいですよ、みたいな話はあったんで、入ってみたいと思います。こっちでいいのかな。お話を伺うと中に入ってすぐ脇の人にですね、受付があるみたいな、そっち行ってくださいみたいなことがあって、親切に教えていただきましたので、そちら行きたいと思います。受付ありましたね。まあ、いろんな人が記帳が書いてあったんですけど、まあ、説教行くなんて人はあまりいなかったですね。説教グッズ、なんか意外にいいものもあったんで、他に人もいたりしないかなって思ったんですけど、あんまりいないですかね。ところで、正教どこだって感じなんですよね。まずメインビルからまあ入ってみるかって感じなんですけど、前も行った時に確か動画で撮ったんですけど、あんまりよく覚えてなくて、どこだったかな、どこか突き抜けて奥の方行った気がするんですけどね。確かにこのメインに入ったんですけど、このビルじゃないのっていうことだったんですけどね。8階までありましたけど、ここに正教はないな。脇っちょにお店があった記憶もあるんですけど、脇見てみましたら、でっかいサブウェイがありまして、結構女子生徒があそこいいねなんて話をしてたんで、確かにいいなとなって思ったりしたんですけど、今回生協とは関係なかったんで、ちょっと奥の方に校舎に出るはずなんで、こっちの方脇に入っていって、どこかの校舎の中にあったはずなんで、そこへ行きたいと思ってるんですけども、なんか進んでいくと人気がなくなってきて、ここどこだと思ったら図書館でしたね。ここで行き止まりになってるのに、確かにここじゃないなって感じですね。1階からそのまま抜けて、あっち側なんか窓になってると、行けないんですよね。なぜあっちらに行けないのかっていうのはちょっとあれなんですけども、ちょっとこの辺でうろうろして、ちょっと怪しい人になったんですけど、ちょっと一回戻ってみて、もう一回行き直すかなと思っていたところに階段が見えたんで、ここをよく見たら地下1階なんですよね。いつの間にかここ地下1階になってまして、その上に上がったこの階ですね、ここから突き抜けていけるということで、なんか、狐につままれた感じですね。一回まっすぐ走ってきたような感じなんです、歩いてきたような感じなんですけども、いつの間にか地下1階だったっていうことで、もしかしたら傾斜になってるんですかね、ちょっとわかんないんですけども、こういうなんかここ堀があるんで、やっぱりその建物によって、階のレベルが違うのかもしれないですね。そして途中で調べましたら、正規4号館にあるので、そちらに向かっていきたいと思います。よく見るとこう段差といいますか、レベルが違う堀みたいになってまして、これでこう 何階かが高数によって違うのかもしれないですね。何号館によってこうまっすぐ行くとこが4号館なので、確かに4号館ってありましたね。ここから入っていきたいと思います。中入っていきます。教科書なんか販売しているようで、ショップって書いてあったんで、まあ、本当にこの辺はまあ、生活に必要なものとかですね、そういったものを学生さんが今ガンガン買ってる時期なんじゃないかなと思いましたね。そして、生活協同組合生協ありました。確かにここ来ましたね。その正面に入ったところにこの東洋大学グッズがあったので、私の目当てのものを見つけたいと思うんですけれども、結構ねいろんな種類のものがあって、どれがどれだかというんですけれども、実はある T シャツを探していたんですけれども、なんか全然違うんですよね。マークが違っていて、ウェブでも見たんですけども、帽子じゃないぞ、トレーナーがあったりとか、なんか全然見つからないんですよね。ちょっとうろうろしてたんですけれども、仕方ない、ちょっと一回
お店の人にね聞いた方が早いかと思うので、ちょっと聞いてみたいと思います。なんか犬の絵みたいに描いてるんですって。あれってここで売ってないんですか？あれウェブで見たんですけど、犬っぽい感じの犬じゃなかったらごめんなさい。普通に買おうかなと思って。では東洋大学ロボサービスのネットのみですかね。そうです、ちょっとこちらが全然別会社なので。あ、そうなんですか。分かんないですね。分かりました。すみません、ありがとうございました。はい、お話しいただいた通り、ウェブだけのものだったみたいですね。仕方ないので買うときはウェブの方に行きたいと思います。一体何しに来たんだか分かんないんですけれども、買えるって聞いてたんで、一旦違う気持ちで買えるってことだったんですね。仕方ないんで、学生さん多い中ですけども、ちょっとせっかくですからうどん食べて帰ろうかなと思いまして、丸亀製麺があるって聞いたんで、その3号館の方ちょっと行きたいと思います。3号館に丸亀製麺って書いてたんですけどね。3号館これのはずなんですけども、入り口がまた分かんなくて、女の子がズカズカ入ってくるんで、こっちかなと思ってついてってみました。丸亀製麺どこだと思ったんですかね。行き止まりになってまして、違いましたね。3号館をあるはず、この入り口のあるところをちょっとぐるっと回ってみることにしました。ちょっと今行ってきた道を戻る感じなんですけども、案内がありましたので、この3号館、ここをまっすぐっていうふうに言ってたので、とりあえず矢印の方に行くしかないので、それに従って行きたいと思います。この道ですね。これで合ってんのかって気もするんですけど、ここでいいのかな。はい、進んでいきましたら3号館ありました。よかったです。ここから丸亀製麺に行きたいと思うんですけど、また大きなロビーになってまして、こっちじゃない、左側を見ましたけどなくて、さらに右の奥の方行きましたら看板があったので、これ見てみたら地下食堂って書いてあるんで、これかと思って、あ、丸亀製麺って書いてありましたね。はい、これようやく発見しました。多分これ向こうの方からも入ったんじゃないかな。本当よくわかんないですね。で地下に入っていく、こんな感じで、メニューはまあ普通の丸亀かなと思ったんですけど、一応東洋大学応援価格みたいな感じで、限定のメニューは大小同じ値段みたいな感じになってたんでしたね。今回そこまでお腹空いてないんですけど、まあ予想のものを買いました。はい、さつまいもの揚げ立てですよ。いかがでしょうか。はい、いらっしゃいませ。すごい座るとこはないぐらい学生さんいっぱいいて、賑やかでしたね。まあ、授業の合間とかもあると思うんですけれども、やっぱり、まあ、始発だからかな。そんな感じで多かったんですけども、かけうどん、小、こんな感じですね。まあ、丸亀美味しいですからね。どこで食べても同じ味。美味しかったです。ごちそうさまでした。地下をうまく利用してるとは言えますよね。やっぱりこういう感じで、ガラス全面にしてちょっと堀みたいに作って明るさを取っているんで、まあ、地下にいても明るく過ごせるっていうのはすごくいい作りかなっていうふうに改めて思いました。いや本当に学生さん多いですね。1年生なのかな、まあ、健康診断とかで、まあ、2年生以上の方も多分来てると思うんですけれども、まあ本当に多いなっていう感じでこんなに人がいっぱいいつもいるっていうのはなかなかないなって、文化祭くらいかなと思ったんですけども、まあ、今ならではなんでしょう。はい、そしてまた受付に戻らなくてはいけないんですけど、ちょっと迷ってきたんでね、よくは覚えてないんですけど、前来た時のちょっと記憶も頼りにして、今この校舎の中入っていって、そうそうここだって感じでしたね。ここさっき来たところでもあるんで、ここをまた地下1階に戻っていって、先を抜けていってっていうことをすれば、さっきの受付に戻れるって感じですね。さらに複雑ですね。1年生いきなり来てこれ分かるのかなって思いました。
本1号館着きました。そこになんか撮影スポットがありましたね。駅に気がつかなかったんですけれども、戻ってくることが無事できました。ありがとうございます。受付の方もね、とっても親切で、あのスタッフの皆さん、本当にここ、あの皆さん、本当に明るくて親切で、丁寧で、痛かったですね。なんかこういうルートができてるんですよね、出入り口も。セキュリティもしっかりしてる感じもしましたね。はい、そんな感じで、もう収穫はなかったんですけれども、まあ、久しぶりに東洋大学に来れてっていうことになります。1号館も壮観な美観が見れてよかったなって感じですけどね。意外に桜が少ないなって気がしましたけどね。はい、その中で番外編な的な内容でしたけども、ご視聴いただきましてありがとうございました。またいろいろ大学等紹介してますので、ご覧いただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。